今日はまたワイキバニアに来てます。今日は一日作業の日です。まず最初にガーベージディスポーザーの交換をします。これですね。ガーベージディスポーザーっていうのは生ゴミを、粉砕してそのまま下水に流すっていう、アメリカでは昔からちょっと日本には馴染みないですけど、これ機械が壊れたんで交換します。まずじゃあそれやっちゃいましょう。それではまず交換します。はい、交換終わりました。15分ぐらいかな。これちょっと動かしてみましょうか。ディスポーザーやるときは必ず水出しながらね。お湯じゃないですよ。お湯だと中の油、ブレードの油がなくなっちゃうんで、必ず水です。そしてスイッチこう入れます。そうすると中の粉砕機みたいのが回って砕いて下水に流すと。でこういうところもちゃんと動いてますね。よいしょ。水漏れもないことが確認できました。 OK。 ポイントは一番簡単なのは同じようなやつを買ってくる。そうするとですね、ここのシンクのここの部分は交換しなくていいな。ここの部分ですね。なので外してガチャンって基本入れるだけ。楽ちんです。はい、それでは次のプロジェクト行きたいと思います。